はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第316回でございます。今回は当たり前のことというテーマで喋っていくんですが、で、先に言っとこう。もし、自分、こう喋るの結構さ、ほんとフリートーク気味で喋り始めてるんで、何分で終わるか決めてないんですけど、良き時間が残ったら、最近ね、花尾さんとの対談動画上げたんですけど、なんで花尾さんと1対1でああいう対談をしたかったかっていうのを話します。残ったらあと覚えてたら喋ってるとね忘れちゃうよね、何喋るかっていう。ちょっとそれ許してごめん。まあひとまずね喋っていきましょう。で本編に行く前にですね、今週は怒涛の4月が終わりまして動画にもしましたけど、今 Google さんのね CM に出させていただいておりまして、たくさんの方から見たよとびっくりしたよっていう報告をいただきました。あれ何年ぶりかに LINE 来たぞっていう人もいっぱいだしねでもみんなにしても、実際にねリアルでその知ってる中の人もすごく喜んでくれてて、それが嬉しいね、やってよかったなって思う。もちろんね断る理由はないんで、普通にねお話しいただいて2つ返事でやりますって言ったけど、やってよかったなと思いました。本当にありがとうございます。であと昨日ですね、関西限定ではあったんですが、せやねんっていう番組に出させていただきました。テレビね久々の生放送でした。もう心臓が飛び出るんじゃないかなと思いながらも頑張って話してきましたけど、これに関してはねわかんないんですけど、だいぶ反省してますなんか普段のさその番組を見れないんで、自分群馬だからわかんないけど、やっぱりそのメンバーのさ空気感とかなんかこうやり取りみたいのがあると思うんだけど、それをぶち壊してないかすごく心配だったんですが、見ていただいた方からは良かったよって言っていただいたんで、良かったのかなって思っておきます。はい、ただちょっと自分の話し方とかもね、反省点はあるので次に活かせていけたらなと思っておるんですが、感想ある方は是非ね書いてみてください。ではでは長くなりましたけど本編いきましょうか。ですね、当たり前のことというテーマなんですが、4月が始まってですね、ありがたいことに本当たくさんの新しい方からね、見てもらえるようになりました。ではその中には見ていただく方が増えれば、もちろんいいことだけではなくて嫌なこともあるわけで、でもアンチというかね叩かれる件に関しては、YouTube 始めて1年目が一番きつかったからさ、あの時に比べればへのかっぱなわけですよだから、どうってことはないんですけど、でもやっぱりそういうのを意見を聞いていく中で改めて思うことがあってね、それが当たり前のことっていうテーマで今回喋りたくなったきっかけではあったんだけど、自分の動画っていうのはですね真似できます。はい、真似ができる。もしかしたらみんなのお父さんお母さんの中にも、いやこのぐらいは自分で教えられるけどなって思う方はいると思います。これは謙遜ではなくて、いるよ絶対。いるいる。だって俺教科書レベルの基礎やってるだけだからね。YouTube でそのオンリーワンっていう部分ってめちゃくちゃ武器なんですよ。この人しかできないよねっていう。教育系で言うんだったら、例えば呼び乗りの匠くんとかね、匠とかはもうオンリーワンなわけですよね。彼にしかできないっていう。で、ちょっと教育系とはずれるかもしれないですけど、チームで言うならクイズノックとかね。彼らにしかできないでしょ。あれに関しては真似できないじゃないか。っていうので、オンリーワンってめちゃくちゃ価値があるし、引きがある。でも自分はそれがないんですよ。でそれは自覚もしてるし、自分にそういったものがないからこそ自分流の戦い方を考えてここまで一応やってきたのね。でちょっとねうまくまとまってないんでね、こう言葉足らずの部分もあるかもしれないんだけど、自分は真似誰でもできるよねっていう、いや誰でもできるじゃんっていうところでも、そこで抜きん出てある程度の評価をしてもらうことにめちゃくちゃ美学というか、それを感じてる人間なのね。もともと塾講師やってて個別指導塾で働いてたんだけど、でも個別指導塾ってさめちゃくちゃカリスマみたいのって集団よりは生まれないと思ってるの。そんなに自分の塾が大きな塾じゃなかったっていうのもあるかもしれないんだけど、そうで例えばさ、うち大学生のアルバイト講師とかもいたんだけど、じゃあ5年間社員でね塾講師やってます、アルバイトで入ってきて2ヶ月目ですって。普通に5年と2ヶ月戦ったら5年の先生の方がいい授業すると思うんだけど、でもそういうこともないんだよね。いやお前やべえなみたいなあの人より授業うまいなって思う人もいるわけよ。2ヶ月でもあんま関係ないの、年功序列とかも。でもやっぱり個別指導塾で教えていく中で、トップ校を目指してる子とかまたちょっと別だけど、でもあんまりこう勉強が得意じゃない子が多い教室だったから、うん、教えてることで誰でも真似できるんだよね。そうで真似できそうって思うんだけどやってみたらできないっていうとこに俺はねかっちょいいなって思うわけよ。そういうのいいなっつって。でただ自分のやってることは自分がね、教師長で一応OSAをやってたので教室のOSAやってて、でそのアルバイトで入ってきた子たちやっぱ育てたいわけよ。ちゃんとねきっちり育てていきたいんだけど、真似できそうな雰囲気を出して、しかも真似できるようにやってたの。ちゃんとやってて、で真似してみた時になんかちょっと違うなっていうのを感じさせたいわけで、なんでかっていうとなんかちょっと違うなっていうのをそこでもちろん諦める子もいるよ。なんかちょっと違うから無理だ私にはってなっちゃう子もいるんだけど、でも意識が高いっていうか成長意欲がちゃんとある方ってどう思うかっていうと、なんか違うな、あ何が違うんだろうって分析を始めるの。それは俺のね完全コピーでやってもいいかもしんないけど、でもそれはね完全コピーしたとこでねいい授業にならないんだよね。なぜなら自分らしさがないから。先生って人間だから、先生の人間らしさ、この先生の良さっていう部分を自分の武器だよね。そこがちゃんと気づけるかどうかってめちゃくちゃ大事だと思ってる。これは動画でもそう、絶対に大事で、それを気づいてほしいわけ。周りがさお前の武器はこれだよっていうのは簡単だけど、でもなかなかそれってさなんだろう浸透しないんだよね。自分の武器にならない。やっぱり自分で気づいて試行錯誤して自分の武器って作っていくもんだと思うのね。だからそういう風にやってって、でなんかちょっと自分持ち上げた言い方で申し訳ないんだけど、俺の塾で働いてたアルバイトの子で特に目にかけてた子なんかは今でもね、この前飯食い行ってたりしたんだけど、そのコロナの前にねしてたんだけど、めちゃくちゃ慕われてる自信があるもん、そういう人には。だから自分で言っていつか証明させるために動画出すか。嘘だけどでもって思ってる。うん、それはやつにいろいろ見せてきたし、自分の技とかを見せてきて、でも使えるものは使ったらいいし、いらんと思ったものは捨てたらいい。それをアレンジしても構わないって。自分らしさを大事にしろよって話は何度もしてきたし、そうでちょっと話がそれたんだけど、その当たり前のこと、自分も動画始めた時にもちろん引いてたことはできないんだけど、何ができるって基礎的な内容を分かりやすく授業する自信はあって、でそれをスタンダードに続けていく自信もあったの。腹くくってたから、絶対に花が咲くまで続けるぞ、それが何千本かかったとしても何日間何年間かかったとしてもやり続けるって自信はあったから、でやってって、でもちろん最初はさそんなね今はいろんなものがあるわけ、感情としてはそこまでなかったよ。うん、なかったけど、もう子供たちのためになりてえっつって、そうもうお金がなくてね、家にお金がなくて塾通えない子いっぱい見てきたから、話聞いてきたから、そういう子たちが勉強したいって思ってる子たちが勉強させてって思って YouTube 始めたからさ。そうだから最初もそれぐらいだったんだけど、でもいろんな環境が変わっていろんな人に出会っていろんな子供たちから相談を受けてって中でやっぱりいろんな思いが芽生えていくわけよ。で自分は何度も言うけど教育系の YouTuber が増えてほしいよね。本当に欲しい。いやもう花咲かんからなかなか辛いのも分かるんだけど、お金も分かんないし分かるんだけど、でも先生で万能じゃないからさ、俺の授業嫌いな子もいっぱいいるし、何これ分かりにくいとかね、この先生は生理的に無理とかねあるじゃん。それ普通だって、ね、100人いて100人に好かれる人間なんていやしないんだから。だからそういう子たちでも勉強したい、でも配置は嫌だってなった時に他の先生もいたらさ選べるじゃん。その子にとってはプラスなんだよね。うん、でそうなってほしいなって。で自分が、ね、こう今から今の自分の授業を見て育ったというか、学生やってた方が大学入って YouTube やろうかなっていうのもたまにいただくわけよ。と多分ねできそうだと思うわけよ。それでいいんだよね。あこれ配置がいけそう、私もいけそうってやってほしいんだよね。それでそれがさめちゃくちゃ難しいことやってたらさ、もう私には無理だってなると思うんだけど、いや配置グレーならいけるだろうって思ってほしい。当たり前のことだからできるっていうね。そうでその中ででも俺の真似をしたところで YouTube で花は咲かないから、絶対にそう咲くことができない。だから自分らしさとか、そこは授業の仕方なのか喋り方なのか動画作りなのかわからないけれども、自分流のオリジナルっていうところを作っていくことで一気には花咲かないよ。バズることはないからね、教育系でなかなか。でもそう続けていくことで何かしらね、その子の違う道とかが、見つかるんだったらいいなと思ってやってる。そうそうそう。だからでそうそうでそういう思いがある痛かったね今ねあるんだけど、でもう一個言いたいのが、基礎的なことをやってるからさ、特に俺、ね、自分の授業叩かれるのは別にいいんだけど、自分の授業で頑張ってる子叩かれるのはめちゃくちゃイライラするのね。でたまにいるわけよ。目につくわけ。この授業で勉強してるとか学力落ちとかね、知らねえよっていうお前の事情を挟んでくんじゃねえよっていう。そう何を使おうと別に自分の授業だろうとね、みんなが、なんか参考書も真剣ゼミだろうと何でもいいわけよ。頑張ってる子にちゃちゃ入れんじゃねえよって思うの本当に。だから、みんなもさ勉強しててね、まだみんなの周りがさその俺の動画とか、YouTube で勉強っていうのはそんなにメジャーじゃないから珍しい分野に入っちゃうと思うんだよ。でそうするとさ周りは塾行ってるからとか、私これでいいのかなって、俺 YouTube で勉強してるけど大丈夫なのかなって思うかもしんない。でもそれをさもう信頼してくれってなかなか難しいよ。言えないよ俺は、言えない。だってそれは強制できないもん。信じてってごまするわけにもいかないから、俺は姿で見せるしかないし内容で見せるしかないんだけれども、ただ、今まで8年間やってきて自分の授業の動画を使って成績上がって志望校を受かった方はたくさんいることは事実だし、自分自身も精魂込めて魂込めて授業一本一本取ってきたのは事実。子どもたちの学生のみんなの役に立つと信じてるから。そうでいつもなんかたまにいつもじゃないなたまに言うんだけど、ただ完璧な授業ってないわけよ。それはリアル授業はもう動画もないと思ってる。で自分はいつも取ったものをチェックして自分の中で80点超えてればいいかなと思って投稿するのね。で投稿した後に漢字ミスとか気づいてあーってやったりもするんだけども、そうだからある程度の質は担保してるつもりなので。もしね今現段階特に最近知った方でさ大丈夫かなって思う方もいるかもしれないんだけれども、そこは信じてほしいなって思う。この人についてきてなと思ってくれた、みじんでもちょっとでも思ってくれたんだったらついてきてみ、絶対に変化を生ませれる自信はあるから。ただちゃんと努力はしてほしい。そこにはね努力がなければ何を使っても無駄だからいいっては思っております。はい、すいませんっていうのをどうしても言いたくてさ、なんか肩苦しくなっちゃってごめんなさいダラダララジオはダラダラするとこなんですけど、ちょっと言いたかったんで喋らせていただきました。はいということでね、今週のダラダララジオは以上でございます。来週ねまた何か喋っていきます。冒頭に話した Google の CM に関しては来週のダラダララジオの時はもう終わってると思います。確か8日までだったかな放送が、で5月6日が一番流れるっぽいよ、なのでよかったらねチェックしてみてください。もう多分二度とないから最後だから CM 出れるなんてきっとね。なので目に焼き付けておいてもらえたら嬉しいです。はいじゃあまた来週ねお会いしましょう。今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。